皆さんどうもこんにちは、キャベツです。幼い頃、台所の包丁と包丁をぶつけ合わせ、火花を散らしていた結果、歯がギザギザになってぶち怒られたことのある男、キャベツ。武器。この言葉を聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？私は旅館のお土産コーナーに売っているあの竜の剣、あれめちゃくちゃ欲しすぎてもう泣きまくっておかんに買ってもらった思い出があります。今になってなぜ欲しかったのかは不明。そんな男心をくすぐる武器、今回ご紹介するのはバカげたゲームの武器。皆さんも記憶の中から武器としてはおかしい武器たちを思い出しながらご覧ください。ミスタートゥーツ。ミスタートゥーツは FPS ゲームレッドファクションに登場する武器。ミスタートゥーツは馬の形をした銃のケツから虹のレーザー爆弾を放つといったとんでも武器。撃つたびに画面越しの我々に助けを求めるかのような馬の表情は何とも言えない憂いに満ちています。この武器自体は最初のストーリーを一度終えて初めて入手が可能。発火する虹はレーザーとして生成され、あらゆるものを破壊する力があり、この光線で殺された敵はすぐに分散すると虹と蝶のエフェクトに満ち溢れ、その後爆発して死亡というメンヘルとゴアが混じり合った狂気の光景。海外ではなんか馬が流行ってますよね。マイリトルポニーしかり。海外の感性はぶっ飛んでるぜ。カウガン。カウガンはジャストコーズ4に登場する武器。マップ南西のバイベネスにある家に落ちているカウガン、これらを人に向けて撃つとなんと牛になります。ただそれだけ。ちなみに累計10人を牛にすることでカウモフラージュというトロフィーが入手可能。 R1 を押すと自身も牛にすることができます。訪れる街の全員を牛にしてやろうぜ。ガンブレード。ガンブレードはファイナルファンタジー8においてスコールとサイファーが使用する銃剣。大型の剣に銃のメカニズムを組み込んだ得意な形状の武器。弾がセットされた状態で引き金を引くと強烈な振動が刃先へと伝わり、それによって威力が増加。その名前と形状から勘違いしている人も多いようですが、弾丸を発射しているわけではありません。しかしながら中二の男子が考えそうな設定。実際あったら引き金を引く時に指が離れるので迫力が半減されて、弾いた瞬間にガンブレードが後方にぶっ飛んでいきそう。ちなみに相手の剣を受け止めるときにトリガーを引いてしまわないのかという問題はガンブレード最大の疑問でもありますが、スコールのリボルバーなどを見る限りトリガーは指の届く範囲でグリップから離れた位置にあり、攻撃時のみにトリガーに指をかけるシステムだと思われます。剣で戦っている時にわざわざ引き金を引くのもめんどくさそうやし、弾丸入れるのもめんどそう。何かと使い勝手が悪そうな武器である。ブリッツボール。こちらはファイナルファンタジー10における一種のスポーツの中で使う球を本作の登場キャラ優しいジャイアンことワッカが使う武器。主に投げ飛ばして使い、飛行する敵に対して高い効果を持っています。普通の武器が届かない距離や高さの敵にもぶち当てることができるわけなのですが、実際凶暴な魔物相手に競技用のボールを投げつけて一体何の役に立つのかが謎。鉄球とかハリセンボンよろしく、針がついているわけでもなく、本当にボムボムしたボールを投擲しているだけの戦い。ドッジボールとかうまそうな輪っか。ドリルバケツ。ドリルバケツはデッドライジング2に登場するドリルをバケツにつけたもので、ゾンビにかぶせて頭を削るという鬼畜で凶悪な武器。こちらはどうやっても一体しか倒せず、再利用するには拾う必要もあるため実用性は低め。確実に一体はぶち殺してやるという凶悪さがにじみ出ている武器ではあるものの、現実的に考えたところで動きのとろいゾンビに頭しかはめられなさそうなので、作ってる途中はいいものの実戦で使うとなるとアホらしくて投げ捨ててしまいそうな武器です。車椅子マシンガン。車椅子マシンガンはドリルバケツ同様デッドライジング2に登場する武器。英語ではブリッツクリーグと読み、旧ドイツ軍の電撃戦のことを意味します。そのくらいの威力がある武器だということなのでしょうが、わざわざ車椅子に乗る必要があるかは不明。ゲームでは凄まじい攻撃性能でマシンガンで攻撃した途端にほぼ無敵状態。ちなみに弾切れすると突進しか攻撃手段を持たなくなり、突進を繰り返すと煙を上げ壊れて消滅してしまいます。ドイツの老人ホームではこういう装備が支給されているのかもしれません。K9
キーブレード。キーブレードは大人気シリーズキングダムハーツに登場する武器、空をはじめとした主人公もしくは宿敵たちが使う伝説の武器で、多くの種類がありますが、基本的には1人につき1本で、キーチューンを付け替えることによってデザインや能力が変化。ブレードという名前ではあるものの、鋭利な部分は全くなく、空のキーブレードに関しては鍵の形そのもので、殴ればカキンという音がします。切っているというよりはぶん殴っていると思われます。つまりバール的なものであり、ブレードというよりはドンキ、つまりキードンキ。ペガサス。ペガサスはデッドライジング2オフィシャルレコードに登場する武器、スティックポニーにロケット花火をつけた武器で、これをゾンビに突き刺すとゾンビは空高く舞い上がり爆発、つまりゾンビ花火になるということ。実際こんなものをゾンビ相手に突き刺しても一切微動だにしなさそうな武器ですが、ゾンビとポニーという真逆なビジュアルがポップな世界観を生み、ゾンビを倒すことで快感を覚えてしまいます。デッドライジングはバカげた武器の宝庫です。バスターソード。バスターソードはファイナルファンタジー7の主人公興味ないねお兄さんが愛用する剣、身の丈ほどもある巨大な両手剣ですが、クラウドはこれを片手で振り回してしまいます。こんなバカでかい鉄の塊を片手でくるくると回せるクラウドは何者なのか、これはネットの知識でしかありませんが、どこかの誰かがクラウドの身長からバスターソードの大きさを測り、鋼鉄製と仮定して重量を割り出したところ、バスターソードの重さは約30キロ、日本刀の重さは約1キロ程度なので、クラウドは日本刀を30本片手で持ち上げているようなものです。その重量を片手で支えるにしは細い身なり。少し似ているところで、ベルセルクのガッツが持つ体験がありますが、あちらは165キロと言われており、バスターソードはあれより少し短めですが、この計算でいけば軽く100キロは超えているでしょう。それで強ギリやら超級武人破産でブンブン振り回しているのは驚愕せざるを得ません。ジェノバサイボーとかによる身体強化がなければ扱える代物ではない。ということで、いかがだったでしょうか。ゲーム内でキャラクターが使っている武器を現実的に考えてみると、実はおかしいということが多々ありますよね。特に背中を剣にぶら下げているキャラとか、あれどうやって抜き出すんですかね。手が伸びないと取り出せやんやろとかよく思います。あと殴ったり蹴ったりする肉体系キャラ、まあティファとか、体細いのによく殴ったり蹴ったりで相手をぶち殺せるなと感心します。まあおっぱいとかでかいし、やっぱり何らかの改造をなされているのでしょうか。まあとりあえず踏んづけてもらいたい。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter やインスタグラムもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。よ、お前ら最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと Twitter と Instagram もやっています。 Twitter では結構頻繁にツイートはしますが、 Instagram は全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録した後、なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿するとき君たちに通知がいくので、ぜひそこも通常オンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。